なかなかこれあれだね、綺麗に立ち上がらんじゃない？なかなかうまく、うまいことやる、いくもんだね。まっすぐ立つだね。そう。あんまり見たことない花だな、これは。珍しい。ね、うん。買う花だね。リアトリスね。買う花。その次は、誰でも知ってるひまわりね。うん、なんかまだあれだね、ひまわりもこれから花開くっちゅうね、うん、そうそう、まあ開いたのもあるけどね。今日デイサービスの中は涼しかったの、ずっと涼しいよ、うん、すごいもみんな感じ忙しいね。これレザーファンね。レザーファ ン、うん、ヒベリカムっていうのはこのお花についてる、ね、うん、実がついてるやつね、うん、ヒベリカム、ヒベリカムね。お花のね、あのお金は払うわけだね、うん、これでお花のお金いくらぐらい？ 3,000 円ぐらい？ 1,000円、1,000円、うん、うん、安いね。そんな高いもんじゃないですね、うん、母親はですね、若い頃生け花習ってたみたいですね。3年前からね、デイサービスに行くようになって、生け花教室があるということでね、趣味が復活してね、すごく喜んでますね。今日は生徒さん何人いたの？今日は13人、うん、このお花の生徒がね。これで前の日、前の1週間前にやっぱり10人ぐらい、うん、できた？できた。どこの正面？これ。ここ。これ、この花が立ってる、はい。デイサービスでね、写真を撮ってくれるんですね、記念撮影。生け花を生けたときにね、これが写真ですね、サービスの。はい。そして今日これもやってきた、カレンダーですね、うん、ちょっと暗いけど、こんなもんでいいかな、正面いいよ、いい、うん、はい。はい、木下ひとりです。いつもありがとうございます。今日は7月の12日ですね。午前11時です。今日はね、母親はね、午前中あの病院ですね、お薬もらってきました。朝ごはんを食べずにね、検査もあるもんですから、行って、病院に、で帰ってきましたね、だからこれからお昼ごはんをね、適当に食べるんじゃないかなと思います、僕は僕で別でですね、お昼ごはんは今から食べます。朝ごはん食べてませんのでね、いつも11時かな、食べるのね、いつも。よいしょ。トマト切る？うん、食パンの残りを食べてくるようなら食べてもらって、
ご飯の方がいいかな、炊きたてだって。あ、そうだね。どっちにいい？炊きたて？ご飯はね。うん。全部炊きたてだよ。ご飯にする。じゃあ、これ食べれいいじゃん。茄子の味噌煮、残り、うん。それね。うん。豆腐もある、冷ややっこ。うん、どうする？冷ややっこはいい？冷やこれ食べるでいい。じゃあ、これはこれと、あとは、あれがあるぐらいか。海苔の佃煮と、味噌汁ないで、インスタントの味噌汁じゃ、用意するで。俺も味噌汁食べっかな。これ、まだ開けてないよ。ああ、それ。ご飯がまだもうできたのかな。インスタントなんかあんまり食べたことないね。最近ね、うん、最近買ってきただもん。うん、じゃあこれでお皿変えんでみ。お皿いい、このまま温めちゃうね、うん、これ俺食べないよね。うん、豆腐茶でいいね。うん、大して入ってないけどね、豆腐。いつも朝食べてる人はお腹が減るで。俺は食べてないもんでね、割と平気だけど。ご飯どれぐらいよそうね。熱くしすぎちゃったかもしれん。うん、この重いもので容器が。あ、そうか。これとあと白菜の浅漬けが残ってる、うん、ちょっと多いか、ご飯が。自分でよそうようなつもりでよそっちゃった。こんなもんでいい？うん、それでいい。味噌汁と、あとは、トマトあるけど、トマト切るで、今から。うん、こんな感じ。はい、これ味噌汁。かき混ぜてね。うん。これ、お豆腐かね？これ、こっちの。インスタントだもん。それか、豆腐があるで、豆腐切っていけるか。これ、食べる？これ。1個ぐらい。いらん。いらん？あとは、これね。これ。スプーン取って、うん、俺も豆腐だ。ナスが熱い。ナスが熱い？うん。温めすぎたんでね。
ちょっとティッシュ取ってくる。マヨネーズ美味しい？マヨネーズって使わない。お茶碗が持ってないぐらい熱い。ああ、炊きたてだね。炊きたてだでしょうがないよ。あ、ここ炊きたてだもんね、ご飯が。うん。5分前にできたやつだ。あ、そうなの。さあ、サジがなかった。いただきます。はい。昨日のカレー辛くなかったら、うん、うん、今日バーモンドカレーの辛口だもんだから、うん、水を飲むかな、俺も。なんでだか知らんけど、カレー食べると、お腹の調子が悪くなる。調子良くないよ。カレーのせいにする。ラーメンが良くなかったかもしれないし。水欲しい？あ、いるの？うん。久しぶりにバーモンドカレー食べたら、バーモンドカレーの美味しかった。ちょっとカレールーが。ご飯だけちょっと追加する。お茶用意する？うん、お茶欲しいね。お水も。あんまり出てないね。あ、そうか。お茶買ってくるの？買ってきてないね、まだ。今日いいわ。今日ビッグジ行ってくるで。うん、ちょうどいいかもしれない。お茶。うん。ちょっとずつ使ってる。うん。いつもね、お昼ご飯はね、バラバラに食べますね。今日は一緒ですけれども。で、メニューもね、バラバラです。で、僕はね、残り物のカレーで、母親はね、特にもう何ていうかメインディッシュがないような、状態でね、いろんなものを食べてる済ませるっていうね、シンプルにね、
そういう昼ご飯が多いですね。庶民のね、お昼ご飯なんてね、この程度じゃないでしょうかね。まだね、品数もすごくね、今は多いですからね、これぐらい食べれれば大満足ですね。母親の子供の頃とか僕の子供の頃もそうですけどね、こんなに、いろんなバリエーションのあるね、味付けのあるね、いろんな、金山寺味噌だとか味付け海苔だとか、おかかとかね、浅漬け、たくあん、いろんなものありますからね、今は結構メインディッシュがなくてもね、結構美味しく食べれる時代になりました。そんなたくさんは食べれないけど、ご飯は美味しいだね。ご飯は美味しくて、味噌汁は美味しくない。味噌汁、今これから食べるけど、ご飯は炊きたてだと美味しいら、うん、そりゃご飯はね、白菜もらう。最後だでね、これ。はい、ごちそうさまでした。